はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、この表裏一体というカードご存知でしょうか？今日はですね、このカードの可能性を模索していきたいというふうに思っておりまして、このカードね、どこだっけこれ、今診断、9月の診断かな、9月の診断で実装された、あ、違うわ、1個前か、8月の末の診断で実装された UR カードになっていまして、これね、実はね、書いてることめちゃくちゃ強いんですよ。ちょっとテキスト読みますね。1、2がありまして、それぞれ1ターンに自動しか使用できない。1番、自分のフィールドの光か闇属性モンスターをリリースして発動。そのモンスターと元々の種族、レベルが同じ、元々の属性が異なる、光、闇属性モンスターを、手札、エクストラデッキから特殊召喚すると。デッキから出すことはできないんですけども、これエクストラデッキから出せるっていうのがミソで、例えばですよ。例えば今回採用している動きなんですけども、双剣デッキ、例えば双剣大使石章を出しますと、これレベル8の光属性なんですね。で、光属性レベル8の源流属にこの表裏一体をぶち込むと、レベル8闇属性源流属を特殊召喚できるんですよ。で、何が出るか、レベル8闇属性源流属、例えば天意の流域神とかミラジェイドっていうモンスターが出るんですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。要は石章バロネスみたいな盤面に基本的になるんですね、双剣っていうのを回してると。で、そこに、石章で相手のモンスター効果無効にした後に、表裏一体をぶち込んで石章をミラジェイドとか天意の歴史に変えると、さらにね、こいつが変身できて、また妨害が用意できるんですよ。で、しかもミラジェイドがコストでアルビオンとか墓地を送ると、これ融合モンスターが墓地に行ったことによって、先行で使ったエクレシアとかがまた帰ってきたりするんですよね。これがね、めちゃくちゃ強い、使ってて、はい、ちょっとサンズミはやりすぎかなとは思ったけど、なんかね、まあ、回った前提のカードなんでね、まあ、でもね、これ普通に一戦目見ていただければ分かるんですけど、めちゃくちゃやばい動きしてるんですよ。はい、それ見ていただければなと、はい、いうふうに思ってます。まあ、他はもう本当に普通の双剣デッキです、はい、これ以外は。で、表裏一体の2番の方も結構強くて、自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外して、自分の墓地の光闇モンスターを1体ずつ、デッキで戻して1枚ドローするよっていう、この1枚ドローついてくるのもおまけとしてめっちゃ強いです。なんで、普通にそのミラジェイドのコストで送ったアルビオンとかを、まあ、次のターンに戻してあげてね、もう1回使いますとかもできるしね。はい、それでこのカードの、ね、可能性を、ね、使ってみて、ね、めちゃくちゃ感じたんで、ちょっといろんなデッキ試していこうかなと思ってます。この表裏一体という、ね、カードのパワーを、ね、感じましたね、使ってて、はい、ちょっと皆さんにもお披露目していきましょう。デュエルスタンバイ。めちゃくちゃ久しぶりに使うから、これ双剣プレミしたらごめんねマジで久しぶりなんだよね、俺デッキ使うの。これはどっからか、こっちからか、力くせえな。流祖権限からバロネス出しても無理だもんね、これね。召喚して、で、効果発動する。うらら投げろ、うらら投げろ、うらら投げろ、うらら、うらら、うらら来い、来たー、イエース来た、双剣使いの脳汁、ドバドバポイント。うららぶん投げられた時にガンマを出せること。これでレベル8、シンクロモンスターが1体増えるぜ。いけ、ドライバー特殊召喚、シャドヤー、どやー。双剣使ってる時の何が楽しいって、この時が一番楽しいよな。そのエクレシアちゃんにうらら打ってくるよ、なんかさ、ガンマノーケアのさ男によぶち込むのが一番楽しいよな。まあ言うてね、これぐらいしかうらら打つことないからね、このデッキで。流祖権限をチラ見せしまして、で、特殊化します。ほいで、これどっちがいこうかな。まあ、一応後ろにこ、なんか妨害分けた方がいいから、暗転持ってくるのが正解なんかな、これ一応で。石章効果とバルクヤ効果、まあ、ちょっと1枚ドローで考えろ。これ1枚ドローでプロトスが引いたら神ゲーだよ。これ1枚ドローでプロトスが引いたらもう世界が終わる。それはそれで、お、強え強えやばっ、クソ最強カード来た。アルティメット最強カード来たんだけど、ちょっと待って、これさすがに最強だわ。ドラガイト、一応無限法要とかケアするんだけど、ニビルはなさそうだよな。ニビルがちょっとね、この展開ケアはできないんですけどね。さあ、ドラガイティング出していく。オッケー、なんもなそうだな。世界を忘れそうだ。で、流祖権限を発動。
まあ、プロと成長で出したりしてなんかあの制圧もできるんだけど、さすがにバロネスの方が、まあ、強いかなといったところで、まあ、バロネスを出していきましょう。しかも1200万入るしね。さあリュウエンの効果でビシュダぶん投げて特殊召喚、これめちゃくちゃなことできてるな。これガンマがいるから、ちなみにあれだからね、あのドラガイト追加できてるからね。これ普通だったらあの赤昇バロネスっていうね、いつもの展開になるところをガンマくんがあまりにも仕事してくれたんで、これ最強といったところ。さあフルールディングバロネスを出していく。オーケー、1200万、バーゴーン、横面引っ叩く効果で、カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターンを終了するぜ。これでちなみに赤昇対象に表裏一体ぶち込むとミラジェイドか定位の竜騎神が出せるって感じ。うん、めっちゃ強いんだよねこので、絶望のドローフェイズ増殖する G これ絶望だろ、これ絶望の増殖する G ね。これフェンリルキア、あー抹殺か、まあいいよ、抹殺はまあいいんだよ、抹殺はまあいいや。フェンリル出てきたらまあ赤昇で無効にしちゃえばいいから、まあそんなに関係ないかなといったところはありますね。抹殺は一回スルーしましょう。増殖する G は別に無効にされても、まあそんなにこの場面作ってるんだったら多分大丈夫。わざわざドラガイトの効果を吐く必要性すらないといったところ。さあまあかかってきなさいよ。ちなみに伏せも2枚両方とも強いからな俺言っとくけど、あフォクシーチューンいいだろ、フォクシー OK、 フォクシーはいいわ。さあ何が出てくるのかな、まあ、セアミンからの、シャラクサイとかいうムーブは、お墓穴も持っていく、なるほど。あと手札は2枚、でまあ、セアミンだよね多分ね、そうだよね、セアミンは出てくる、オッケーです。セアミン効果さすがに無効にしとくか、一応無効にしていきましょう。まあ多分ここで使っちゃっても多分大丈夫だと思うんだよね。でまあだってもう召喚セアミン使っちゃってるから、あれだよな、あのディアノート効果とかそういうことしないと。あーシャラクサ引いてんのか、あー分からせるか、双剣眼天が発動、対象赤昇2体でさらにチェーン表裏一体を発動、表裏一体の効果による赤昇をリリースし、このモンスターと逆属性の闇属性モンスターエクサラキが特殊召喚、あらろう飛天竜ミラジェイドつえぇつえぇやべえ、この動き強すぎる、あまりにもクシャトレラマース黙れ強っ、マジで強いわこの動き、この動き決まった時マジで最強だな。まだミラジードもバロネスも入ってないってマジっすか俺、妨害強い、表裏一体とかいうカード可能性の塊だわ。回った前提カードではあるがめちゃくちゃ強えな、この表裏一体とかいうカードな。決まった時脳汁パネーって説あるわ。ディメンションアトラクター、え、ディメンションアトラクター、え、これさ起炎ってさ投げられそうじゃねこれ、え、墓地を送るその後、え、これなんか墓地、え、これわかんねえ、これ打てんのかなこれ、ちょわかんねえけど、ここをちょっと一回スルーでよさそうじゃね。楽園の起炎打つ、え、これサーチ入らないかな、ちょっとあんま分かってない俺、ちょ一回スルーするわ。なんかサーチ 入らないのかなこれ、テキスト的にちょっと、墓地送れなかったらサーチ入んないパターン、これ墓地送るその後だ、あ入んねえかなこれ、わかんねえな、まあ、ちょっとガンマ打つわ、ちょお前消えろお前消えろ、貴様消えやがれ、何なんだ、裏中、あこれ裏中くせえなこれ、あーそうだよねこれ裏中っぽいな、あクスタ飛ばされるか、まあでもガンマがにらみ効かしてるので、まあ、意外と相手もきついっちゃきつそうな気がするけどこれね。で、まあ、ユニコーンの効果でバーツ持ってこられてガンマ発動してるからエクストラ抜かれる、何抜かれてもまあでもそんなにきつくないんじゃないか説あるね。まあ別になんかそれは抜かれてもいい気がします。でどっちにしてもバースで蘇ってくるからあんま意味ないっていう説もあるし、はいはい、バロネスぶち飛ばされました、あれやす、まあ石器章確か2枚あるからあんまぶち抜いてもあんま意味ないもんね。うわ強っ、それはさすがに打っちゃうよ、うららちゃん、さすがにうららちゃん打っちゃうよ、
で破壊できないね、これディメンションアタック打ったからね。はい、バースでユニコーン帰ってくるくらいしかやることないので、相手バース、はい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 、いいでしょう、いいでしょう。あの程度なんだろうな。いやでもこれレベルなら2体並ばなさそうじゃね。並んだところでガンマ打てばいいし、意外と相手きついぞこれ。さあどうする。うわ、いんのマジ、ライズハートいるんすか。コストでシュフェンリル、いやでもこれは無効にしないとあかんよな。相手ハンドそこそこやるね、強いね。まあ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 、でもここはさすがに無効にして破壊して、ランク7エクシーズさえもさせないで、バース使ってるからこれ多分ユニコーン短期でしょ。ユニコーン短期ならなんとかなんじゃねえのか。これ楽園の起源ってさ、マジでディメンションアトラクターかって、これどういう処理になるんですかね。ちょっとあんま俺分かってないんですけど、墓地よくないとサーチが入んないパターンですかね。だとしたら普通にちょっとやばいっす。でサイフレームギアガンマがと、ドライバーが吹き飛ばされていく。ドロー入る。あ、バックヤ強い、バックヤ強い、バックヤ強い。楽園の起源発動、ビッシュだ、でミラジード、あ、そうなるんだあ、そうなんだ。あ、なるほど。あ、そういうことね。あ、じゃあ無理だったんだ、もともと。なるほど。ちょっとごめん、あんま分かってなかった。あんまディメンションアトラクターの楽園の起源あんま分かってなかったので、全然意味なかったっていうことだけ分かった。ビッシュだ、サーチ入れて、で、ここでユニコーン使わせて、何抜かれるかによって展開変えるわ。だってユニコーン OK、了解です。ユニコーン効果発動して、何抜かれた？あー、昌栄か。なるほど。昌栄、まあ、石器章まではいけんな、じゃあ。爆野召喚して、ビッシュだ、特殊召喚。ですね、ちょっと考えますか。これちょっと分かっちゃったかもしんねえ。これ最強モンスター、もしかしたらクシャトレラバースにめっちゃ強えっていう説が出てきた、俺。とりあえず、双剣大使、石器章の効果によって、こうですね。でですね、龍炎くんの効果を発動しまして、てかこれビシュだ、盾やったな。で、特殊召喚ですね。で双剣トークン特殊召喚ですね。はい、でシンクロレベル10ですね。最強モンスター出しましょう、裏切り者双剣大蛇七星龍炎シンクロ召喚。このモンスターはなんか相手が魔法トラップカードの効果を発動した時にそのカードを除外するという効果を持っているため、圧倒的最強の戦い変える人ねえな、これ。あ、ディメンションアタックだからこれ。バトルフェイスだ、バトルフェイス、いけ。これね、バース除外できるの多分ね、めっちゃ強いと思う。メインツーで、さあ知性龍炎くんの効果の前にヒレクスが良い。メインフェイズ1、さあどうする。あ、バース来た、バース来た。こうやって2番で名称大使だよね、これ名称大使、名称大使書いてあるね。名称大使来た、双剣大蛇知性龍炎の効果、相手がマジックトラップカードの効果を発動したときそのカードをゲームから除外、つえーつえーバースいいだろ。え、もう何もできないけど、あなたそれつえー七星龍炎くん舐めてんじゃねえぞ。昌栄とバロネス除外してもういけると思っただろうが、七星龍炎舐めんじゃねえ。対戦ありがとうございました。まあちょっと表裏一体全然関係ないけど、まあいいか。あー、なるほど、そういう感じか。これは先に流装権限から打っておくて、タイヤ来てる場合はですね、多分バロネス先行けますもんね、龍炎。ちょっとごめん、双剣あまりにもエアップすぎて、ちょっとあんま分かってないんだけど、これ先にバロネスしていいんだもんね、これ。こうするだろ。で、アッシュナは出したのみたいな、バロネス出したいから、これ先にバロネス出して、はい、はいと。で、こうして、オッケー、
で、まあ一応いろいろなカードをケアしながら、龍炎のここで戦略番おげあおげおげで、タイヤ召喚タイヤ効果発動ジョガイングして、これはまあこれでいいか。で、トークン出す OK で石章を出す、これはちょっと1枚ドローしたところで何もあれだから、これ暗転だよな、暗転ですよね。まあそう、流走権限も使っちゃったからプロトス持ってこれないし、このタイヤで何落としたらいいか全くわからん。これ何落としたらいいのこれ。満点加えるか。で、暗転セット。まあ、ゴールデンエンドですね。まあ、多分これが基本展開なんだよな、多分、双剣の。もう最近なんか全然双剣使ってなくてマジでわかんないけど、まあ、こんな感じなんだろうな、多分。石場の暗転だよな、多分、基本展開は。楽園の遅延があまりにも腐りすぎてるのと、ドライバー来ててマジでうざいけど。まあいいか。ドライバー絶対射的とこれどうにかなんねえか、これ。最近、何誰誰やばいし、やべえ、死んだかもしれねえ。マジでやばい。いや、でも、ラバーゴ知ってるから通常召喚できない。いや、これ、えこれ何これどこまで行くやつ、大姫もいいよ。大姫は出てくるのもいいわ。もう電車磨くもいい。はいはい、わかった。え、待って。ちょっと待って、待って。諸場の剣さえなければいけんだよな、これ。諸場の剣さえなければいけんだよ。で、大姫の未完国が爆誕する。非常にエッチな召喚ムービーが爆誕していく。サイコブレイド、いや、大丈夫。まだ。いや、サイコブレイドは大丈夫。サイコブレイドはこれ5000なわけでしょ。俺のラバゴが5000なわけ。大丈夫。まあ、いや、大丈夫。まだ大丈夫。え？先行の双剣トライス。あ、え、なんか2回攻撃できるとか書いてあるちょっと待って、あれ、え、俺死んでる。あ